皆様こんにちは、山芋です。こんにちは。あれからですね、道端のコインは集まってません。お知らせいっぱい来てるよ。来てますね。イースターのことはイースターが始まってからやりながら喋りますね。とりあえずワクワクドキドキしてます。もうね、始まりますからね。で、アップデート情報とウェルカムパックのことが2個も来てるんで、とっても大事なんだと思います。で、ここに書いているのは大まかに2つですよね。私ももらいました。これキノコを5回壊したってなってますね。200回になるのはいつでしょうね来年、いや2年後、いや3年後、なかなかね時間がかかりそう。でも新しいものが増えるっていうのは普通に嬉しいです。で、こちら花びらなんですけども、花びらのところにね、赤いなんかマークがついてて、これを押すと変えちゃうよっていうことですよね。いいですよね、これ。あ、気づきました、皆さん。私、カンストまで、カンストっていうか上限以上持ってたはずの黄色いアネモネ、寝落ちしてなくなったんですよね。寝落ち怖い。ほんと、マジで300枚残すとか、そういう機能欲しいです。私みたいなうっかりさんのためにね。で、今回はね、この2つだったんですけども、もう1個来たと。ウェルカムパックが来たと。これは、一度だけ買えるやつということですね。スターターパックがなくなっちゃうんですね。スターターパックって買ってたんかな、私。ないから買ってたんだろうね、多分ね。で、ウェルカムパックがまた買えると。300コインで T シャツと追加スロット入ってるんだよ。なんか買うよね。買います。ピクミン総柄って書いてる。見たい。いつ ?4 月8。こっちは4月18。4月8。4月18。これ、で、間違えてる方消せばいいの。これすぐ消せないんかな。たまに、消えてる時あるんだけど、もう一個来ちゃってますかね。訂正って書いてくれたらいいのに、消えてないから困惑するやつですよね。どっちかわからないサプライズかな。その可能性あるね。いつ来るかわからない。ウェルカムパックがサプライズパックということでしょうかね。はい。とりあえずまたロングイベントがもうね、動画上げてすぐ来ると思うんですけど、今回はとりあえず普通のキノコが出てくれるっていうことだよね。キノコが壊しやすいっていうことだけみたいだから、全部緑キノコになってうーんっていうことじゃなくなるから、まあ何でもいいです。楽しみだなっていう感じです。下手したらこれ毎月キノコが壊しやすいよみたいなピクミンが、イベントピクミンが出てきちゃうのかもしれないね。ちょっとキノコの壊す時間長い長いってちょっと言い過ぎちゃってまあ、どっちでもいいんですけどね。何でもいいんですけど、ピクミンが可愛かったら私はもうオールオッケーです。ねえ、早くコインなりたい。気持ちはわかるよ。でもね、スペシャルエキスを毎回使うわけにはいかないから、ゆっくり育てようとすると、全然育たないんですよね。あと3日ぐらいね、ちょっと待ってもらえたら、みんないい感じにデコになれるかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。今日は何の動画かというと、近況報告と、多分ね、4月の8日からのウェルカムパックなんですけども、もしかしたらもうサプライズで18かなっていうね、っていう動画でした。また、ぜひ動画のコメント欄に新しいイベントでどんなピクミンゲットしたか教えてください。私も頑張ります。バイバイ。バイバイ。みんな見て。山芋ちゃんまだピクミン整理してないの。多分新しいイベントこの一つ見ます。